中央分離帯幅50メートルの巨大な中央分離帯中央分離帯とは、車道往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯のことである。車両の正面衝突防止のため設けられる。中央分離帯は、道路構造例における中央帯、または分離帯と実質的にほぼ同じである。中央帯は、道路構造例第2条10項に定める。 車線を往復の方向別に分離し、及び速報余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分を言う。のことであり、道路規格に応じて福員が決まっている。中央分離帯は原則として、福員1メートル以上でなければならない。分離帯は道路構造例第6条第7項に定める中央帯の内側帯以外の部分であり、作クの他これに類する。 工作物を設け、または、側帯に接続して、遠赤線を設けるものとなっている。この分離帯に設けた、工作物、または、側帯に接続した、遠赤線を、メディア等では、中央分離帯と呼ぶことがあるが、厳密には、中央分離体はあくまでも、地帯という道路上の一定の場所のことであって、作等の工作物、または、遠石は、中央分離帯そのものではなく、 中央分離帯に設けた工作物または縁石である。中央分離帯は対抗する車両同士の正面衝突を防止するために設置される。また、樹木などが植えてあれば夜間走行時にヘッドライトの光線を遮断する効果もあるため、交通安全上の大きな役割を果たしている。ただし、中央分離帯を設置するためには、 道路幅に車道幅以上の道路幅員がないと設置することは困難である。交通事故抑止に必要な設備であるが十分な広さを持たない道路に中央分離帯を設けると安全確保以上にデメリットの方が大きくなる恐れがある。中央分離帯が設置されていることによるデメリットは救急車や 消防車などの緊急自動車が交通渋滞中の道路で一般車を追い越す場合に狭い道路では追い越しや U ターンができなくなる場面も考えられるため緊急自動車の現場到着時間が遅れてしまう恐れがあることが指摘されている高速自動車道路や自動車専用道路は一般的に中央分離帯で上下線が区切られた車線で構成されるが2015年現在 交通量が少ないなどの理由から約 2400km の区間で分離帯を設けず、片側1車線ずつの2車線で使用されている。こうした区間は事故が発生した場合に大事故となる傾向があり、古くから問題視されてきた。1976年に中央自動車道の暫定2車線道路で立て続けに死亡事故が発生した際には、 新聞の見出しで月間道路と批判されている。このため簡易的に車線を区切る樹脂製ポールや遠石ブロック、さらに2010年代にはワイヤロープを使用した分離施設の設置が進められている。中央分離帯が非常に幅広く取られているケースがある。その多くは次の三通りに大別される。歩行者空間校規格道路建設予定地校。 企画道路を建設する計画で、速道部のみ一旦先に開通したものの、本線事業家の目処は立たない場合、速道の上下線の間に、本線建設予定地が、福音数十メートルの巨大な中央、分離帯状態となって、数キロ数十キロにわたり、長年の間取り残されてしまうケースがある。この場合、中央分離帯と化した空間は、全面的に立ち入り禁止の空き地状態となっている。 ことがほとんどであるが、速道部の混雑、事故回避あるいは工事迂回などを目的として一部、またはすべてを暫定的に活用しているケースがある。主に以下の道路が挙げられる。中央分離帯として残されている詳細な事情や経緯については、各記事を参照。また、以下のケースは、各地で見られる。防火帯台,台湾や韓国などの高速道路には、 戦時の際に代替滑走路として使用するために中央分離帯を設置していない箇所が20箇所以上ある。ありがとうございます。